木原防衛大臣がトマホーク1年前倒しで導入を発表し、国産のトマホークとも言われる一二式精密誘導弾改めも1年前倒しで検討との情報をキャッチしました。今回は攻撃能力獲得で変化する自衛隊を詳しく深掘りしていきます。トマホーク1年前倒しでアメリカも本気ということが理解でき、日本もようやくというか遅いくらいに急ピッチに配備されています。台湾情勢との関連で日本の防衛力向上は中国も慌てるほどのスピードで進んでいます。トマホークはすでにあるのでは。2023年10月10日、現在の日本の岸田政権の閣僚である木原防衛大臣は記者会見に臨み、これまで2026年度を目途に実戦配備を行うことを予定していた国産のスタンドオフミサイルについて導入時期を早めることを示唆した。スタンドオフミサイルとは、敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことを指しており、主として、近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗すべく、導入の早期化が求められている。すでに、日本政府は、6日前の10月4日に、アメリカのオースティン国防長官と協議を行った結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルといえるトマホーク巡航ミサイルについて、当初予定より1年早めた2025年度の導入で合意を得ていた。日本は、およそ400発ほどのトマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する計画を進めているが、同ミサイルは、およそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主として、海上自衛隊の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものだ。日本が調達を行うトマホーク巡航ミサイルは、艦対艦、艦対地の両用途に、使用可能な仕様となっており、飛翔速度こそ亜音速という点は課題ではあるものの、従来の対艦用のハープーン巡航ミサイル等よりは格段に長射程である。このトマホーク巡航ミサイルの亜音速という飛翔速度をもって、現在の対空ミサイルの性能に照らしてみれば、迎撃が比較的容易であり、有効なスタンドオフミサイルとしては機能しないのではないという批判もたためにする。そうした意見も一理あることは、完全には否定はできないが、こうしたおよそ 1600km ほどの長射程を誇る巡航ミサイルを保有することで、少なくとも敵側は、それらを迎撃するための監視体制や機材を稼働させる必要に迫られる。そのような動きを敵側に強いることには大きな意味があり、警戒を怠れば、自軍の艦艇や地上の設備に損害が生じる可能性があると思わせることで、実際の攻撃に至らずとも抑止するための体制を取らせる効果が期待される。ただし、欲を言えば不幸にして、実際の戦闘に突入してしまった場合には、敵の防空網を突破するだけの飽和攻撃が行える数量のミサイルを投射できれば、なお良いわけだが、日本が調達を決めているトマホーク巡航ミサイルの400発では心もとない。その意味でも、スタンドオフミサイルの数量自体をある程度揃えるためには、やはり国産化を推進しておく必要があり、今回、木原防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイルの配備の前倒しは、現状では必須と思われる。このところ、主として、南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争においても、これまでに、ウクライナ側に西側諸国から供与された中で、最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウで、かなり効果的な戦果を上げているように見える。ストームシャドウは、航空機に搭載して運用される形式の空対地巡航ミサイルであるが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ 250km ほどと言われており、それでも、これまでの供与兵器の中では、最大の長距離兵器とめされている。このストームシャドウも、飛翔速度は亜音速であり、いわゆるステルス性を完備したものではないが、これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網は、その迎撃に成功したと見られるケースはなく、非常に高い精度で攻撃を成功させている可能性が高い。こうした実際の戦争での直近の実例を鑑みても、亜音速の巡航ミサイルであっても、
ある程度の防空網を備えたロシア軍に対しても効果的であることは明白となっており、この点は日本にとっても朗報だと思われる。さて、それでは、日本が国産化を当初の予定よりも1年の前倒しを検討しているスタンドオフミサイルが、具体的に何を指すのかといえば、1式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主であろう。1式地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で、陸上自衛隊が配備を行っている1式地対艦誘導弾の改良型であり、現行のオリジナルの最大射程距離は、およそ 200km 弱と、残念ながら長射程といえる性能ではない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの有用性を見れば、最大射程距離がおよそ 250km ほどとされる同ミサイルであっても、その価値に疑いの余地はないため、現行の1式地対艦誘導弾も一定の価値は担保されるだろう。この1式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、まず、射程距離をおよそ 900km ほどに延伸することが明かされており、最終的には、さらに、およそ 1500km ほどにまで延伸される予定であり、飛躍的な向上が見込まれている。1式地対艦誘導弾の能力向上型は、名称こそ改良型を思わせるが、ミサイル本体は、ステルス性能を加味した、ほとんどオリジナルとは別物といえる形に進化しており、南西諸島の防衛も、九州本土から物理的な対応を可能とするものとなる。また、オリジナルの1式地対艦誘導弾が、装輪式の車両によって運用させる地上発射型のみであることに比して、能力向上型では、航空機に搭載する形式や、艦艇に搭載する形式への拡張が打ち出されており、多様な発射母体が想定されている。これによって、運用は、陸海空3自衛隊の部隊のすべてをカバーすることとなり、より多層的な防衛体制の構築を可能とすると考えられ、もともと対艦攻撃用途の兵器ではあるが、対地攻撃用途にも使用可能な汎用性も実現する予定である。次に、当初防衛用の高速滑空弾だが、こちらは、飛翔速度が音速を超過するとみされており、現時点では、まず、射程距離 500km ほどのものとなると想定されており、南西諸島の防衛に向けた地対地兵装の用と位置づけられている。当初防衛用の高速滑空弾は、1式地対艦誘導弾等と異なり、兵器としての分類上からは、弾道弾タイプの極超音速滑空体 HGV であり、かつての敵基地攻撃能力、現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものとなるだろう。この当初防衛用の高速滑空弾も、2030年代以降を目標に、最大射程処理をおよそ 3000km ほどにまで延伸する計画が打ち出されており、対地攻撃用途に加えて、こちらにも対艦攻撃用途も可能とする改良型も視野に入れているとされる。また、潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備である 533mm 魚雷発射管6門から運用可能なものを想定しているとみられ、同様の仕様であるアメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルを代替することになるのだろう。この潜水艦に搭載する誘導弾も、1式地対艦誘導弾の能力向上型とミサイル本体を共用化できればベストだと思われるが、前述したように、ステルス性能を加味し大型化させているため、533mm 魚雷発射管からのそのままの形での運用は困難とめされる。そのため、533mm 魚雷発射管での運用に対応した別バージョンが専用に開発される運びとなることが想定され、最新型のハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様に、やはり、対艦、対地攻撃の両用途に対応した形となるのだろう。海上自衛隊では、VLS 垂直発射艦を搭載する実験艦の建造を行うこともすでに決定されているが、現状22隻体制を確立した潜水艦隊の主兵装である 533mm 魚雷発射艦を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化が並行して行われると考えられる。
防衛省が反撃能力の強化を1年前倒しでトマホークを決定、アメリカも合意する中、F-35B 戦闘機の納入も24年と近づいています。護衛艦いずも、加賀の改修工事が第1段階を終え、加賀は F-35B 認証テストを待つのみとなっています。今回は、護衛艦いずも加賀の決定的な性能について詳しく深掘りしていきます。F-35B 戦闘機も新田原基地へと部隊編成し、馬毛島では基地化が急ピッチで進んでいます。対中国を念頭に台湾有事が近いので、ハトの予測、中国経済は最悪の状態です。国家崩壊間近。普段あまり自覚することは少ないかもしれませんが、実は日本は世界で6番目になる排他的経済水域と領海面積を持つ海洋国なのです。日本列島からかなり離れた島も多いので領海が広くなるんですね。それを痛感するのが他国の艦艇が沖縄などの離島付近を通過する時だと思います。政府は海上自衛隊をそんな領海や排他的経済水域の防衛戦力の要として位置づけています。その時の実情と防衛方針に則った装備体系の整備を継続しているのです。海上自衛隊の装備品は数も多く大規模ですが、詳しく見ると、2022年末に閣議決定された中期防衛力整備計画改め防衛力整備計画の中で、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機の整備を提示しています。日本の自衛隊は、日本国憲法との兼ね合いや、政治的位置づけがあるので、大型水上戦闘艦を、一律に護衛艦と呼んでいますが、世界的分類基準を見ると、コルベット、フリゲート、駆逐艦、航空母艦等の区分が一般的なのです。世界的な基準に、海上自衛隊の護衛艦を照合すると、目下、身型は、フリゲート、艦首記号、FFM マヤ型等のイージス護衛艦は、駆逐艦、艦首記号、DDG 出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、ヘリ空母、艦首記号、DDH に該当することになります。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、現時点で海地が保有する最大の艦艇ですが、回転翼機を、マックス5機まで、同時に、発着陸可能な全通式飛行甲板があります。このタイプは、伊豆、元加賀の2隻が、すでに就役しています。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、1番艦出雲が、2015年3月、2番艦加賀が2017年3月に就役しましたが、当時はその全通式飛行甲板を装備する外観と形状から、一部からは大きな反発の声が上がっていました。その根拠にされたのは、日本国憲法が禁じている内容に出雲型護衛艦が抵触するという主張でした。従来から禁止令として提示されていた航空母艦に同艦が該当しているというものでした。確かに、70年前の1950年代の日本政府は、自衛隊が保有を禁じられると解釈する兵器の具体例として、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、航空母艦を挙げてきました。ただし、航空母艦には、さらにその前にある形容詞が添えられているのです。それこそが、自衛隊が保有を禁じていると当時説明されたのは、攻撃的な航空母艦という表現でした。将来的に、海上自衛隊が航空母艦的艦艇を保有しても攻撃的でない限りその解釈と矛盾しないという反論だったのです。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が就役時に艦載機としていたのは対戦哨戒用の回転翼機がメインで、これらの役割は攻撃的な航空母艦のものとは違うというのが日本政府のスタンスでした。何とかして逃げ道を探そうとしているというか、言葉をもてあそんでいるような気がしますね。他国から批判された時の言い訳を用意しているのでしょうか。しかし、日本国内の解釈問題を別にすれば、世界的に著名なイギリスのジェーン年間の分類でも出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、ヘリ空母というカテゴリーに入っていますから、
国際的基準に照らした場合は、空母の一種ということになるでしょう。そもそも、航空母艦について、攻撃的であるかどうかを区別することに、本来的な意味はありません。1945年、昭和20年の太平洋戦争の敗戦によって、軍隊は持たないという政治的スタンスなのに、実際に行っていることとのズレは隠しようもありません。これは、多くの人がわかっていることでしょう。とはいえ、こうした傾向は、時代とともに徐々に緩和されてきているのも事実です。こういった扱いを経てきた出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、一番艦出雲が、収益の翌年2016年末から、固定翼機運用を想定した改修工事の実施の検討が具体的に進められることになりました。出雲型護衛艦の2隻は、どちらもジャパンマリンユナイテッド社横浜事業所磯子工場で建造された艦艇ですが、同社は委託業務の形で2017年度中をかけて無人航空機を含む固定翼機の運用研究に取り組みました。ここで対象とされた固定翼機とは、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した F-35 ライトニング 2B 型で、同機は2007年7月に初フライト後、2015年7月、アメリカ軍での初期作戦能力獲得がなされています。短距離離陸、垂直着陸が可能な、この F-35 ライトニング 2B 型は、2013年中頃から、日本でも導入を検討しているという報道が行われたが、その時点では、政府は、この動きを否定していました。世論の動向を伺い、今後の手順を模索していたものと考えられます。やがて、前述のジャパンマリンユナイテッド社による無人航空機を含む固定翼機の運用研究を経て、2018年末の防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画の閣議決定によって、その方針が固まったというわけです。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルで、前述の通り、海上自衛隊の艦艇中で最大規模を誇ります。この護衛艦は、機関部に、ガスタービン機関を4機据えた小型方式を採用していて、このおかげで最大出力11万2000馬力を発生させることができます。最大速力も30ノット以上を確保し、マックス14機の回転翼機を艦内に収容して運用可能ということです。この大きさのため、出雲型護衛艦は、乗組員定数もおよそ470名と海事艦艇の中で最大になります。この艦は、艦載機運用に特化して使用されるため、兵装は、20mm バルカン砲システムのシウスを2機と、シーラムを2機という近接固艦防空のみに限定されているのです。これと異なる運用思想で建造されたのが、出雲型の原型となった初の DDH であるヒューガ型です。全長、全幅、排水量のいずれも小規模ですが、ある程度、単艦での行動を意識した兵装が施されています。ヒューガ型のデータは、基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルで、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦と比べると、20% から 30% は小さいことになります。にもかかわらず、ヒューガ型には兵装として出雲型と同様の 20mm バルカン砲システムのシースを2機搭載しています。それ以外にも、マーク 41VLS 垂直発射艦16セル、三連装 324mm 単魚雷発射艦を2機装備していて、思いのほか強力な仕様になっていることがわかりますね。別の見方をすれば、ヒューガ型と異なり、出雲型は、必ず時間を護衛する他の艦艇とのセットでの運用が前提になっているので、やはり、ベストは、イージス護衛艦との艦隊行動と思われるのです。海上自衛隊は、2023年8月時点で、合計で、8隻のイージス護衛艦を保有し、運用中ですが、訓練、メンテナンス、実戦配備のローテーションを考えると、
同時の稼働数は2から3隻がせいぜいというのが実情のようです。さらに稼働中のイージス護衛艦ですが、北朝鮮などの国からの弾道弾攻撃を迎撃するミサイル防衛任務を負っているので、現状では少なくとも2隻は日本の周辺海域に待機しなくてはならない状態です。いつ飛んでくるかわからないですからね、北朝鮮のミサイルは。となると、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦と艦隊行動を共にする余裕はほとんどないでしょう。2023年度のからの防衛予算の大幅増加に合わせて、イージス護衛艦の8隻から10隻への造成が盛り込まれました。とはいえ、ミサイル防衛を担うイージスシステム搭載艦2隻が収益を果たすまでは、こうした綱渡り的状況を抜本的に改善することは困難だろうと推測されます。2023年10月19日、中国メディアの新民番号が、日本の海上自衛隊の最新潜水艦、雷鯨が川崎重工業神戸工場で浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載した。今回は、この雷鯨について詳しく見ていきましょう。中国は、日本の潜水艦建造技術を喉から手が出るほど欲しがっていますし、情報を入手しようとしています。台湾の潜水艦建造技術漏洩などの報道もあり、日本の建造技術漏洩も注視しますし、フランス原潜を完全に超えましたね。ディーゼル推進潜水艦としては、世界最大級の大鯨型潜水艦の4番艦、雷鯨が、2023年10月17日に兵庫県神戸市中央区にある川崎重工神戸工場において新規建造された潜水艦の命名式及び進水式を実施した。雷鯨と命名されたこの艦の名前の由来は第二次世界大戦前の海軍艦艇名を踏襲せず初めて用いられたものである。この雷鯨の規模は全長 84.0m、幅 9.1m、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、主機関はディーゼル電気推進で、プロペラ一つの一軸推進式となっている。排水量は、フランス海軍の現役原子力潜水艦、リュビを上回り、艦内に配備される乗員が約70名と少なくなっており、自動化レベルが高いと評価した。飛行は、2021年3月26日で、今後、偽装や各種試験を実施した後、2025年3月に部隊へと引き渡される予定だ。これを受けて10月19日に中国メディアの新民番号は日本の海上自衛隊の最新潜水艦雷鯨が浸水したことについて原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載し必ずやアジア太平洋地域の海洋の安全にとってより大きな脅威になるだろうと指摘していた。海上自衛隊の雷鯨型潜水艦は前途したフランス海軍が運用するリュビ級原子力潜水艦をしのぐ大きさで、ディーゼル推進の通常動力型潜水艦としては世界最大級と誇って良いだろう。また、機動性や探査能力が同型潜水艦の中でも格段に向上しており、同型潜水艦が搭載する大容量リチウムイオン電池と先進ディーゼルエンジンをベースに、雷鯨にはより出力の大きなディーゼルエンジン2機に換装され、発電パワーの増強に適応した新たなシュノーケルシステムが採用されたと紹介されていた。これらの改良が事実であれば、通常動力型潜水艦でありながら、その機動性は原子力潜水艦にかなり近づき、
実践性が大きく向上することになるでしょうね。さらに、潜水艦の生命線ともいえる騒音面に関しても、ライゲイガスクリューではなく、最新型の原子力潜水艦に用いられるポンプ噴射式推進装置を採用しており、騒音の低減と同時に航行速度向上を実現した上で、これらの特徴を総合して、外部からは、原子力潜水艦との差は、もはや、原子炉の有無だけだとの見方も出ていると伝えた。その上で、新民団報では、上海政法学院東北アジア研究センターの柳新、ヤンジェン副主任が、日本の通常動力潜水艦の発展傾向を見ると、原潜の技術力を求めていることは非常に明らかだ。総合的な戦力において、ライゲイは、なおも、原子力潜水艦とは明らかな差があり、戦術的な運用には制約があるとはいえ、長期的に見れば、日本の潜水艦部隊は、必ずや、アジア太平洋地域の海洋の安全にとってより、大きな脅威になるだろうとの見解を示していた。ライゲイの外観形状は、従来の、そう、旧型潜水艦とほぼ変わらないものの、探知能力や静粛性が格段に向上しており、また、建造時から、女性自衛艦 WAVE の勤務も想定して、相応の設備を有しているのが特徴である。また、主要装備としては、艦首に魚雷発射艦を備えるほか、潜水艦戦闘管理システムや、艦首アレー、側面アレー、曳航アレーなどのソーナー装置、TCM、潜水艦魚雷防御システムを搭載していて、世界に最新式の誇る通常動力型潜水艦である。なお、ライゲイを漢字で書くと雷クジラとなるのだが、この名称は、冒頭でも話した通り、旧日本海軍でも艦名に用いたことはなく、海上自衛隊も使用するのは初めてとなることも特徴として大きい。まさに、ライゲイは、日本が原子力を使えない状況下での最適解を求め続けた潜水艦建造技術の賜物と言っても過言ではない。西側各国は、原子力潜水艦を建造することに制約がなく、その有り余るエネルギーを使うことで本来なら、改善すべきマイナス面を、すべて力技で隠しているような感じだ。逆に、言えば、日本が原子力潜水艦を建造してしまったら、凄まじい能力の艦が建造できることは間違いありません。確かに、国内の有形無形の制約を乗り越えるために、従来技術を極限にまで高めたわけだが、それでも、基準排水量が3530トンだった、イタリアの400型潜水艦に比較すれば、まだまだ小さいといったところだ。アメリカが原子力潜水艦を開発する際に手本とした400型潜水艦の後継として、さらなる進化を期待している。日本の潜水艦は、忍者のように、世界でも類を見ないほどの静寂性に加えて、無音航行距離であり、日頃の訓練などによる練り度の高さも群を抜いている。米海軍の第7艦隊との合同演習では、何度も、米空母の撃沈判定を出しているから驚きである。最新の潜水艦が次々に就役するけど、やはり後継者問題が出てくる懸念は拭えない。タイゲイ型潜水艦はディーゼル電気推進方式を採用しており、運用に関しても原潜より優れているし、また、原子炉を止められない原潜は、常に音を発していなければならないのに対して、リチウム電池で先行しているライゲイは探知されにくいという利点まで持ち合わせている。海底の艦内において、ペンを落としただけでも察知されてしまう探知能力船では、圧倒的な差を見せつけることになるだろう。台湾海峡での秘密航行も実行できるなら、まさしく、中国の脅威となることは揺るぎないのだ。国産潜水艦の話題になると、必ず、日本の潜水艦は、通常動力潜水艦が世界最高という書物やマニアの意見を散見するが、その根拠はどこから来ているのでしょうか。渦潮型の後継として建造された自衛隊初のティアドロップ潜水艦の騒音は、ジェーン年間では、うるさい潜水艦として分類されていた。今や、中国が、次世代の弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN の運用を、
2020年代末までに開始するという見方が出てきており、安全保障政策に携わるアジアの政府関係者やアナリストの間でもかなり強まってきている。ロシアの技術支援を受けて、静寂性が飛躍的に向上すると見られる中国海軍が運用する096型は探知が困難で、アメリカや NATO 諸国にとって脅威が増すことになり、海中の軍拡競争を一段と激化させる可能性も十分に考えられる。米海軍大学で5月に開催した会議で、中国の源泉について議論しており、同大学の中国海事研究所が8月に発表した研究論文においては、新型艦の監視ははるかに難しくなると予測しているらしい。ロイターが取材したアナリスト7人のほか、アジアを拠点とする3人の軍事顧問によると、この結論には信憑性があると言われている。しかも、潜水艦の元乗務員だった海軍技術情報アナリストのクリストファー・カールソン氏が、インタビューにおいて、096型は悪夢になりそうだ。探知するのは極めて難しいだろうとも語っていた。アメリカをはじめインド太平洋地域で軍事活動する各国は、軍の配備と有事への備えを強化する中で、核ミサイルを積んだ中国の原子力潜水艦を監視する取り組みを中核に据えてきた。096型が就役すれば、対応の強化を求められることは間違いなく、これが台湾有事に発展して第三次世界大戦を巻き起こすかもしれないのだ。そのため、日本の海上自衛隊はもとより、海上保安庁も協力して警戒、監視を強めなければいけません。